今回はワンクリックで MOD が導入できるサンダーストア MOD マネージャーでの MOD 導入方法を紹介します。 MOD の導入はすべて自己責任でお願いします。まずはサンダーストア MOD マネージャーをダウンロードします。規約に同意してインストールします。インストールが終わったらこれを起動します。起動したらサウンズオブフォレストのところでセレクトゲーム、セレクトプロファイルをクリックします。まずはMOD導入に必須のこいつをダウンロードします。次にお好みのMODをダウンロードしていきます。今回は試しにケルビン増殖と空を飛べるMODを導入してみます。MODのウェブサイトをクリックするとどんなMODかや操作方法が確認できます。このMODはケルビンをオルトプラス K で増殖できます。これをダウンロードします。次にフライトがこれ。J で起動、スペース上昇、レフトコントロールで加工ですね。これをダウンロードします。ダウンロードしたMODはマイモッドに表示されます。MODを有効にするには必ずModからゲームを起動します。初回だけ起動がやや長めですので待ちましょう。無事に起動したのでサバに入ってみましょう。オルトプラス K でケルビンを増殖させてみます。増えました。次に空を飛んでみましょう。飛べました。最後に各MODの設定方法や注意事項を確認します。エディットコンフィグで各MODの設定ができます。フライトの場合はスピードやホットキーの変更ができます。今回はデフォルトのままプレイしました。お好みの設定にしたら保存します。 MOD は個別で簡単にオンオフ切り替えができます。マルチでは使えない MOD やマルチで使えてもゲストでは使えなかったり、一部制限がある MOD があるので理解しておいてください。 MOD 導入お疲れ様でした。